鳥居家や大宮社は、長野県上田市にある神社。信濃国僧社と推定され、旧社格は、県社。社殿によれば、第十代主人天皇のお世に、かむやい耳の命の孫、伊達五百伊達命による創建という。天武天皇のお世に、新地の歌詞があり、天平年間には、関西執行の儀があったとも言う。信濃国府は古来上田市にあったとされるが、平安時代初期に、 松本市へ移されたとされる。上田市の国府は、上品第一条と推定されており、当社は国師が参拝する僧者であったとする説がある。なお、付近には、品の国分寺屋と、品の国部屋までらとも残っている。当社は、古来、僧者大宮、火薬国魂神と称したと言われ、中世には、常田所の中心に位置し、大宮諏訪大名神と称したと伝える。 公安2年には、関東官令、足利元氏が、水星出現につき天下安全を当社に祈り、願門を建て祭ったとされる。真田氏による上田城追記以来、当社は、城の鎮守と定められ、品の国分寺三十頭と当社は反比をもって、修繕したという。漢文9年頃の城下町古地図には、常田村大宮と記載されている。明治に入り、 近代社格制度においては、県社に列し、社名を現在の蚊や大宮社に改めた。社僧境内には大木が何本も建っており、社僧は指定天然記念物に指定されている。現在の社殿は、万、ま、円元年の上田城主、松平忠則の再建によるもの。境内社の六所明神と駒形稲荷社は、天正年間の築城の際に、 上田球場地から当地に移されたと伝える。ありがとうございます。